改札口小屋浦駅は、広島県に秋郡坂町小屋浦2丁目にある、西日本旅客鉄道呉線の駅。駅番号は、JRY08。相対式2面2線のホームを持ち、交換設備を有する地上駅で、互いのホームは、古戦橋で連絡している。クレ駅管理の無人駅であるが、自動券売機が設置されている。移行か利用可能駅で、自動改札機は、 開閉式でない簡易式のものが置かれている。かつては JR 西日本広島メンテックが駅業務を受託する業務委託駅であり、早朝、夜間を除いてポスター末による窓口発見を行っていたが、2017年に1月27日の営業をもって終了した。駅舎は一番乗り場側にあり、所在地である坂町の鳥目白をデザインした二代目である。 友人駅時代に備え付けられていた駅スタンプは坂町の鳥目白型の駅であった。1998年まで使用された初代の木造駅舎は約176平方メートルあったが、1999年に改築した現在の駅舎は約46平方メートルに建築された。当時は長年にわたり、 駅舎付近に乱雑に駐輪されている状態が問題となっており、1996年に駅舎の南東側に駐輪場が新設されたものの、駐輪台数が不足していたためで、建築で空いた130平方メートルは駅舎完成後に駐輪場が整備された。1日平均の乗車人員は以下の通り、突起のないものは国土数値情報駅別乗降客数デートによる、 ありがとうございます。